あら、南波の久人さん、クリスタルクマありがとう。クマやん、クリスタルクマやんがいる。ありがとう。嬉しい知らせありがとう、おめでとう、ありがとうございます。よいしょ。こんばんは。南波の久人さん、ありがとうございます。くまやん、くまやん、ありがとう。さっき発表されたんですけど、東京のクラブミキサにて、ST48 が定期ライブを開催させていただけるということ。まだ くっきりと見えてきてはないですけど、なんか STU のショーケース、そこでしか見れない STU の魅力を伝えれるような演目になるのかなって思います。池袋ですね。そうなんですよ。だからそうね、新公演とかなんかユニット公演とかはどうかな、するか分からんけど、楽
それは主に瀬戸内で開催されるのかなと思いますけど、うん、クラブミキサーはそうですね、千代さんがソロコンされるとこかな。新公演は別にあると思います。ただそのクラブミキサーでやる公演っていうか、ライブ、定期ライブはそういうあの名前の STU ショーケース。そうだね、16人ではないかもね、少人数かな。まあでもそうだね、なんか少人数のユニットとかもねできたらいいけど。あ、そうなんですか。確かキングレコードさんがのね営業されてるとこっていうとこなので、なんか地下ですよね確かね。地下にあるので、上の階とか結構グッズとかなんかカフェとかあったんで、あれもしかしてこれ STU のSTU 色に染まる日もあるのかなってちょっと思ってますよ。そう、もしかしてって。なんかできたらいいよね、こう STU の。なんか最近パネル展もあったけどさ、パネル展がそこであったりとか、そういうのもあるといいよね。キングさんに手を取り合って、今まで想像できなかったことが実現できたりとかね。なんかこう幅が、活動の幅が増えていったらいいですね。今まではなかったからね、そういうのが。来年の春には8周年コンサートもねありますし、東京と、広島で、うん、8周年。そうね、発表された時は1年後って感じがしたけど、あともう半年後ぐらいにはなりましたね。ね、早いです本当に。もう半年後には8周年コンサートしてるんだね。ね、大きな決断でしたよね。うん、そうそうそう。そうね、
だんだんこうやっぱり8周年コンサートに向けてというか、まあ常に未来に向けてではあるんですけど、新しいこともどんどん増えていって、もうどんどん次のステップとか時代に向かってるんだなって。私も与えられたチャンスはもう 100% 使いたいし、何かためになることができたらいいなって。思いますね。やっぱり変化していくしかないですね。私もその変化していくものに対応していって、いろいろ理解していって、でも グループのためになったなってなれたらと思いますね。そうなのさ。まあでもそうね、グループの未来もですけど、そうだな、でも自分の未来も見たいな。うん、明日はオンラインお話し会ですね。月一のオンライン話し会でごわす。ありがとう。楽しみです。だって明日終わったら次10月、今受付中か。10月と11月は今受付中だっけな。10月27か。めっちゃ後ですね。わわわわ、ちょっとおかしかった。で11月30、あ、もう常に後半なんだ。1ヶ月空きですね。
んちゃんの舞台、あ、見に行きたいんですけどね。行けるかな、ちょっとまだわかんないんですけど、行きたいな。あずみもね、一緒やもんね。そうなんや。あ、そう、サルビのイベントもあります。すごいことになってるんですよね、スケジュールが。ナナフェスは大阪よね。10月13年。ハルビンのイベントは10月19日ですね。広島の福山なんで、そう、福山のやつですね。広島市とは離れてますね。そうですよ。うわ、早いな。うん、なんか。25は品川で、28かなが、NST 祭り新潟ですね。学園祭は自分じゃないかな、他のメンバーかな。そうそうそう、うん、新潟年一で行けてますね。去年だったっけね、確か。あ、そう、福岡に行けないんですよね。そうなんです。そうなんだ。なんか、なんでかな、なんかあるのかな。いつだっけ。その日か。うん、止まったね。公開収録の日？ですね。香川かな？公開収録。フリー入場だけど、なんか事前に申し込みが必要なやつですね。
そうです。香川行ける。うどん食べたい。うどん食べたし、骨付き鶏食べたし。美味しそう。そんな何かを食べるお時間があるか分からんけど。そうか、うん、9月ももうすぐ終わって10月か。近所へようこそ。え？え？まさか池袋。10月2日、ああ、青春祭行きます。そうなんだ。お、危ない。なんか、なんて。前髪切ろうかな。採用しになってもいいですか。いいですよ。うん、確かに。幽体離脱と金縛り MV ね。ねえ、かわいかった。そ
今日前髪切ろうかな。切る切るのもあり。でも長いのもいいけどね、なんか今日日曜日だったんだって。で明日が祝日か。今日サザエさん見たけどめっちゃ面白かった。サザエさん久しぶりに見てなんか面白くてから笑ってた。まずサザエが、あ、間違えた、ワカメがあ、違うわ、え、ワカメがあのいっぱい食べる人がなんかモテるって思ってサザエみたいにいっぱい食べようとしたけど勘違いしてて、みんないっぱい食べる人が好きというよりかはあの美味しく食べる人が好きってとこがいいみたいな。だから美味しく食べようねの巻。あとはカツオが走るメロスにハマって、で走るメロスに感化されて友情を大事にしだすけど結局あの友達と喧嘩して、俺がメロスだって、俺がメロスになるんだって、違う僕だよって、ふんみたいな。で結局でもなんかお互いにメロスになればいいんだね、よーしってなって仲直りした。面白すぎて、もう本当にあー面白かった。すごいよね、ほんと毎週ちゃんとしてちゃんとした話があってさ、ね、私も走れメロスなんか国語で勉強したことあるけどどんな感じだったのか思い出せん。本当に面白かった面白かったですよ面白かったですけどね。さやかさんが一番可愛い、嬉しい、ありがとうございます。あ、結局メロスを信じて友が待ってるけどメロスが来ない話、あ、来なかったんだ結局。結局来なかったの、メロス。
でなんでだろうな、なんで、あ、間に合わんかったんか。ちょっと間に合わんかったと来なかったでちょっとさ話変わってくるよ。ちょっとか話変わってきた。マニアワンくて諦めた。フォローしました、ありがとう。ギリギリ間に合ったんよ。あ、間に合ったん。え、間に合ったの。全然結末全然覚えてないの。私もとりあえずメロスがなんかそう激怒したり、メロスが走ったり、なんかそれは覚えてんのよね。それは覚えてるけど、最終的にどうだったのかちょっと思い出せないな。授業のやつはもう覚えてない。あれもスイミーもなんかこんな感じだったなってのは覚えとるけど、結局メロスはあれ友情を大事にする話やった。スイミーともちもちの木、もちもちの木もどんな感じだったか、とりあえずなんか絵が頭に残る、ちょっと怖い感じの。もちもちの木もどんな話だったか、あとなんだっけな。トラウマ。トラウマ与えとる。もちもちの木。ああ、そうなんや。あ、ゴンギツネあったよ。ゴンギツネあった。全然覚えてない。ああ、スーホの白い馬、そうそう、スーホなんやっていうやつ、ホースじゃなくてスーホなんやみたいな、毎回間違えるやつ、毎回ホースと一瞬思って、あ、スーホか。え、どっちやったっけみたいな、スーホーホースみたいな。え、どっちやったっけってなるやつね、毎回何だっけって。あ、ちーちゃんの鍵送り覚えとるよ。それもなんかどんな感じだったかな。ちーちゃん覚えとるよ。ちーちゃん回は結構長かった気がするな。スーホは今でもちょっとうんうんってなる。あ、スーホーホース、え、スー、え、ちょっと聞いて。大きな株、大きな株って小学生の頃？大きな株って絵本？なんか絵本なんか教科書なんかちょっとごっちゃになってきた。絵本バージョンもある、読み聞かせ系の
大きな株だったらあれもよね、狼。狼なんだっけ、あ、赤ずきんちゃんだ。狼少年、なんか狼少年って悲しいよね。狼少年って悲しくない、なんか。あ、三匹の子豚も絵本かな。私もそれ結構見てた、三匹の子豚。狼少年見て嘘をついてはいけないなって思って、三匹の子豚見て家は頑丈に作ろうってね、学びましたよ。私が家を作るとしたら頑丈なもので作ろうって。小豚、結局どうなったんだっけな。レンガのお家で幸せに暮らしましたみたいなやったっけ。なんか結局結末覚えてるのあんまない。最初の方は覚えとるけど、え、狼は鍋に落ちた。結局じゃあ、あの、悪いことしたらそうなるよっていう。え、なんかちょっと怖いよねちょっと怖いやつ。あー、丸飲みだったら大丈夫説ねなんか絵本によくある丸飲みだったらなんか大丈夫でしたみたいなやつ。あー、そうなんや。うん、そう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 。へえ。ね、それ調べたらいっぱい出てきそう蛇怖いよね。なんか蛇の怖い話聞いたことある。でもそれも本当かわからんことないけどね。うん、なんか飼ってたあのヘビが急に何も食べなくなって心配しとったけど、なんかそうやってお腹空かしとるのは大きいものを食べようとしているみたい。だから危なかったねみたいな。うん、意味が分かると怖い話。なんかそれは流行ってた時ありましたよね私じゃないそれは私の話じゃない、当の本人の話じゃなくて私買ったことない
そんな大きな蛇私じゃないけど、意味が分かると怖い話、なんか調べてさ怖いってなるだけなんだけどね、意味が分かってそういう意味だって。ランニングかな、ランニング中に足元にヘビがいて過去一ジャンプしたよ、怖い怖い。すごいじゃん、ランニング中にヘビがおって過去一ジャンプして、すごいじゃん。確かに怖いよね、急に現れて怖いよね。でも過去一ジャンプしたのすごい。ね、走り高跳び。そう。なんか意味が分かるとこういう話、そう。なんか意味が分かったら急にゾッとするやつ。そういう意味かーって。木の下歩いてるときに蛇落ちてきた。めっちゃ怖いやん。東京劇場楽しみ、必ず訪問します、お待ちしてます。そんな私天井に折って私の真上で急に震え出したギジギジと同じぐらい怖いかも。てか毛虫も怖いよね。なんか私がよく使ってた近道がねあったんですよ、学校から家まである近道があって、ここ通れたら最短距離みたいなやつがあったんですけど、結構木が多くて、まあ人があんまり通らんとこなんですけど、そこに急になんか毛虫がいっぱい現れて、なんじゃこりゃってなったことある。一瞬何かわからんで何やろうと思ったら気にしちゃった、いっぱい。天井におったのはギジギジよ、ギジギジって気にしっけ。ギジギジ、でもどんギジギジや、なんかギジギジしてる。うん、なんか真上でそう急に震え出して、で止まったと思ったら急にポッて降ってきたんですよ。で私はキャーって言ったけど結局どこ行ったか分かんなかったんだよね。心霊みたいになった。
そう、何だったんだろう。なんか私の真上に来るまでは普通に天井をこう移動していたんですよ。で、あ、天井に移動できるのすごいなと思ってたら、けどなんかあれ、こっちに向かってるぞって、なんかこっちに向かってないに変わってきて、真上ら辺に来た頃に急に震え出したブルブル震えながら移動してて、え？え？みたいな、なに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 みたいな何何何どうなるの、え、何何って、なんで、え、なんで震えてるのって思って、真上に来たら急にポーって落ちてきて何だったんだろうあれ。ね、え、怖いでしょ怖いでしょ。しかもね、どこ行ったか分からんかったもん、あの後。絶対私の頭の上と思ったけど、いなくて、頭の上にも。え、服の中と思ったけど、服の中にもいなくて。あとさ、私さ、なんか普通に歩いとって、急に横におった人が、私の背中見てっていうのも怖い怖くない？急に。それは、うん、私の背中とかにこう蜂が止まっとったりとか、こう虫がおるときに急に周りの人がって言って逃げ出すんよ怖いよね。その瞬間めっちゃ怖い。もう自分もう何が止まっとんか分からんし、逃げることもできないね。そう、なんかちょっと待ってって言ってなんかしてくれたらいいんだけどっていうだけ、指さして怖い。そう、攻撃したらさ、蜂はさ、なんか怖いよね。仕返し来るから。そうで、蜂の話結構好きなんだよね。本当に申し訳ない、申し訳ないっていうか本当にあれなんだけど、いや、そうなの。虫はちょっとなんか、人の話はちょっとびっくりと、びっくりなのと、まさかハプニングみたいな感じが。最近蜂いないでも、私実際あのアシナガバチも怖いんだよね。学校にいっぱいいる、普通に出没するアシナガバチさん。ね、めっちゃ怖い。足が長くて。そろそろ蜂の時期。そうなんだ。運転中気づいたら足に止まってたのに、怖すぎやろ。どうするん？
どうするん。うん、クマバチは可愛いやつ。え、かわいい、かわいい、かわいい、え、こ、怖いよ、こ、怖いよ、クマバチ。かわいい。スズメバチとかも見た瞬間立ち止まるよ。スズメバチとかあったっけな、見たこと。なんか思っとったより大きいよね。やし自分は強いって思っとる感じある。絶対、うん、自覚してる。なんかあったら刺すからなって絶対思ってる。握りしめたことある。怖いよ、怖いよ。思った、私も気づいたら思ったんですけど、セミがいなくなった。静けさがあるよね、急に。私は刺されたことはない、今んとこ。でも夏に草刈りとかしとったらおるんやろ、蜂が。草刈り気をつけて。ほんとよ、草刈りとかってわかんないもんね、そんな巣があるとか。草で明日草刈りします、気をつけて。気をつけて。ヘビ、もうヘビとかおったらもうどうしたらいいか分からん。実際うん、あ、そうなん。いやもうなんかその蜂の巣とかはテレビとかで見たことある。蜂の巣のテレビ。カマキリも出てきました。え、秋の虫。そう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 、ハンターのやつ。ハブって痛そう。ヘビか。カマキリ、カマキリとか絶対怖いやん。威嚇するよね、ちゃんと。ちゃんと威嚇するやろ、あのカマ持って。ハブって、あ、毒入りの。毒はダメだよ。そうなの。確かにカマキリは早くないから逃げれる。確かに。そうだね、カマキリは追いかけては来ないよね、ただ威嚇するよね。いや、そうなんよ、追いかけてこんのよ。え、飛んでくる。
飛ぶの？飛んでくるん？うん、飛んでこんでいいのに。だってもう鎌持ってるだけでもう十分よ。うん、飛ばんでいい。うん、強いんやけん。そっか、まあ、そうだよね。餌はそうね、欲しい時は飛んでもらって。そう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 、こっちに寝込んでいいのよ、飛んでから。私は餌じゃありません。人間や、人間を餌にする、そんなことある？確かにね、そうだね。サヤン美味しくないよ、人間美味しくないよ。マジレス、人間美味しくないよ。でも確かになんか鬼鬼滅の話、鬼は人間食べるよね。美味しいんかな。美味しくないやろ。でもカーは最近合わんね。まあそうなんかな。人間美味しいんかな。美味しいの？カー最近おらんくない？なんか最近カーおらん。カーおらんよ。だって人間、美味しいかな。なんかよくなんか化け物化け物とかなんか鬼とかが美味しそうだなみたいな言うけど、進化の。うん。そう。モスキート音がもう聞こえない。どうしたどうした急に。そうなの？もう聞こえないの？でも、あれだよね。うん。モスキート音は、でも別になんか聞こえんくてもいいんじゃない？聞こえなくなったら
あ、聞こえなくなったのかって。うん、聞こえたらさ、うわーってなるじゃん。そうそうそう、あー、目がミンクなのは嫌ね。一度でいいから聞いてみたかった。え、そんな、そんな、いや、聞かなくていいよ。もっと美しいメロディーはさ、この世界にたくさんあるから。美しいメロディーを聴こう。イメージはできるもんね、モスキートンこういうのかなっていう。そうそう、なんかあれよね、でも聴力検査の時とかは同じなんかな、ピーって音。調べたらあるんね。今やもう調べたら何でもわかるんだ、すごいな。小さい音が聞こえなくなる。でもこの私の配信が聞こえとる時点でも大丈夫よ。私の配信が聞こえとうってことはまだ大丈夫。全然いける。うん。心配しなくていい。うん。よく、そうよ。私の配信聞こえとうのすごいよ。ボリューム最大にしても聞こえたらもう大丈夫じゃない？確かに私の配信あるあるかな、ボリューム最大。そう、いや、わかんない、声がちっちゃい、声がちっちゃいし、多分なんかこういうささやきささやいてるから。いや、そうなのよ。なんか声がもうささやき声っていうかさ、なんかそういう声なんですよ。あの、なんかなんて言ったらいいかわからない声、声が、うん、あの伝わりにくい声。
伝わってるかそうだよね伝わってはいますね。確かに。うん、確かにな。配信はなんかこんな感じですね。でもさ、時々さ、本当に時々なんだけど、この配信が、この配信の私は、なんか、本当のサーヤじゃないみたいな。言える時が本当に時々あって、よくわかんないんだけど、本当のサーヤンはもっと明るいみたいな。いや、わかんないんだよね、私も。なんでそう言われてるかわかんないんだけど、なんか配信、この配信の時の私はなんか作ってるっていうか、いつもロケとかみんなといる時、盛り上げようとしてる時のサーヤンが本来の姿みたいな確かに。なんだろうね、まあ、よくわからんけどね。そう言われたら、最初は笑ってたけど今も笑ってるが、笑ってるが、うん、別にどれも作ってないっていうか、こうしたいみたいなのはあるけど、配信が一番こうしたいっていうのはなくて、でロケとか、そういう MC とかは、まあでも、あの、やっぱ頑張ってるっていうかのはありますね。だってロケでね、しんみりしとってもよくね、明るくって言われ、初期の頃よくもっと明るくって言われ続けてきたんで、さすがに明るくねやってますけど、でもまあそう思う人もおるんやなって思った。メンバーの前でもっていうか、多分皆さんが見とるメンバーの前はもう皆さんの前になってるから、もう明るくしてるっていうか、その説もあるよね。実際のだって隠しカメラとかない限りとか、実際になんか皆さんが急に楽屋に来るとかない限り、皆さんの前になっとる、提示されてるやつはもう明るくしようと頑張ってるの時もあるよね。本当に素でいるのが、いることの方がいい配信とかもあるけど、
そうそうそう。って感じかな。でも、うん、全部自分ではありますね。そうそう、スイッチがあるね。でも配信がなんか作ってるって言われた時はちょっとびっくりしたけど、だってあえてこんな暗いのを演出する必要があるかどうかっていう。そう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 。そうね。なんか暗いふりとか、暗いふりするかって。思いましたけどね。ありがとう。うん、私はそのままでいようと思います。気づいてる。でも本当の姿なんかわかんないよね、誰しも。家族でも分かんないもん。確かにね、私が結構素をさらけ出す人かもしれないね。もっと自分は常にアイドルなんだろう、こういう理想があるとかアイドル像があるっていうのがあったら、ずっとその理想であり続けようとするんだろうね。私は多分そういうなんか理想のなんだろう、こうあるべきだみたいなのはあんまないから、
まあでもだからこんな長く続けられてきたんだろうけど。でもいつかはさ、分かるよね、ファンの方、ずっと見とるファンの方とかも、なんかあれって言う時はあるよね、きっと。うん、でもやっぱりこう素でいた方がなんかその人のなんか本質を見れるのもなんかいいよね。そういう方がここに集まってくれてる気がする。変わるとこと変わらんとこと、そうやって過ぎていくんだな。ショールームは変わらんからね。毎日配信、そう、何かしらこうね、なんかできたらいいなって思って、普段会えない方とかいますからね。
そうです、多分会わん、毎日や会わなくて、会わなくてっていうか毎日しなくてもいいよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、そうじゃない方もいらっしゃるんで、そうなんです。ちょっと なんかできる限り続けるかって言って5年経ったんか。5年経つんか。こんなノリで言う年月じゃないね。なんか気づいたら5年経ってましたとか、確かに、いつだっけな、5周年、5周年だっけ、次5周年配信、もう記念配信全然してないよね。5周年か2000日か。なんか時々なんか記念配信も兼ねてカラオケしたりとかはあるけど、なんかの時に なんだろうなんかと合わせてやったりはあったかな。スタジオに呼ばれた時は千日ですね。これは自分でしたいですって言って叶った。あれから700日だった。
1からもう2年。へえ。2年経った？そんな感じせんな。いや、するか。てか5年ってすごいね。なんかアイドルって何年続けるのが基本的か分からんけど、1年半。1年半か。短いね。濃いかもしれんけど。平均10年。え、本当に？平均10年。5年じゃない？平均。大分に転勤になりました。へえ。そうなんだ。どこに今おって大分に行ったのか。そういう時期なんか。急に転勤の発表が。ね、ちょっとそうなんだって終わったのがちょっとすいません。配信だからね。なぜ配信だからちょっとそういう反応になっちゃったんですけど。そうみんなが見とるけんね。うん、詳しいことはね。確かに。そうか。そうね。そう、今話し会、再販中ですね。中でございます。
そうなんか。でも確か私の推しメンさんも10年続けて、続けたかな。あれ、続けた？続けたかな。人類最後の日にサーヤンさんの話しかけたら本も、いや人類最それはどういう、うん、人類最後の日にならんとお話し会こんってこと。でも人類最後の日まで私がアイドルしてるとは限らんからね。分からんけど人類最後の日にちょうどお話し会があるかも分からんしね。どういう、どう、でもどういう、どういう意味の人類の滅ぶ日かは分からんけど、どういう意図の、あの意味が分かると怖い話かもしれないしね。うん、スコブなんとかそこをなんとか使いどころが。人類最後わかんないよね。いつ終わるかわかんないもんね。それ言ったら誰しも、誰しもね、生きようね。ちゃんとどうなるかわかんないからね。うん、ほんとよ、ほんとに。みんな元気でいてくれ。その代わり私も元気でいるから。みんな生きてくれ。私も生きるから。うん。私もどうなるか分かんなくて、どうなるか分かんないから。本当よ。長生きね。どうだろうな。もう私の話としてはそんな長い、いやわかんないけど、そんなにそのスパンのあの想像っていうか、その前提がないからね。だから今を後悔なく過ごしたい。
そういう生き方をしたいよね。好きなことして、好きなものを見たり食べたりして、誰かに何か言われようと、いや自分はこうしたいからと、私も実際アイドルになることは1回は反対されました。けどやっぱり後悔したくないと言って、半ば強引に広島に行きました。だから今があります。後悔したくないという思いがここまで来ましたね。福岡から広島、広島から福岡、往復、お母さんの分も払って2回行きました。意外と遠いんだなとか最初は優しく眠ってきなさいって言われたけど、でもその時なんか、その日はうん分かったそうだよねって言ったけど、なんか眠れなくて、やっぱり後悔したくないなって思ってまた言いました。したらお母やんはお父さん行ってあげてって言って、お父やんはお母さん行ってあげてって言って、えってなりながらも行きました。そしたらまさかの PR タイムになり、後悔したくないと、あれまであそこまで言ってきたものの、まさかのこんな結果になろうとは、まあいいか自分はダメだったんだな、お母さん早く帰ろうって言ったら、何番、え私呼ばれました。あれ、お母さんはびっくりしていました。うちのさやかは出てこないけど、あれ早く帰ろうって、まさか中に、中にいました。そんなこともありました。
最終オーディションまで来て、私は中間発表まで名前は入ってませんでしたが、また広島に来て、そして会いたかったを披露しました。たら5位で呼ばれました。それが私の始まりです。でも最終オーディションは私一人で行ったんです。さすがに両親はその日は行けないって、だから私は一人で行った。歌とかダンスはもう皆無のマイナスでした。皆無でありマイナスからの始まりでしたね。交通費は出てない、自腹ですよ。ダンスの先生にこれがダメだって思われていました。これがダメだって私が最初に言われたアドバイスは歌詞ですね。歌詞を理解しているか、多分ダンスじゃどうにもならんから。表情、の方だったらできるかなって思われてのアドバイスかも。そう。でも歌詞はね、もともと好きだったからね。でも最初なんか歌詞とか好きって言われて、まあ好きだったから、それを見抜いとったのがすごいなって思う。先生の ね、すごいよね。
それからのスタートでしたね。この5年間はすごいいろいろ積み重なってきたなーって。要約するとそういう言葉になるけど、基本的にそうだね、何もない期間もめっちゃ長くて、長かったけど、独り言で選抜入った頃くらいからはなんか結構レッスンに参加できない時とか結構増えてきて、でもなんか周年婚とか昇格への道とかあって、みたいなことはあったね。そう。そうね。実際だって握手会も最近始まったけど、個別の握手会は未だにないしね。これからって時に全部中止になったりして、それがやっとここまで来たかな。どうだろう、皆さんには私がどう映ってるかわからないけど、なんかほんとそうだね、できないことが多い中、なんかそうだね、よく踏ん張ってきてますね。今でもできることは増えてきたけど、でもやっぱり未だに打ちのめされる時はあるよね。
最近振り入れしたんですけど全然できなくて、むむってむむってなって、でもこれできたらかっこいいなって、そういうかっこよくできた姿を見てもらいたいって思ってね。いや、全然新しいやつじゃなくてフェスのやつすいません、なんか方はもうよくステージが上に行くフ私が思っとるよりステージが上に行ってる。まあでもいいことか。なんかこの前のポップアップのやつも嬉しいお知らせありますって言ったら、え、写真集とかと私が思ったよりも上の方行くから、そうそうそう、違うけどみたいな。そう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 。確かにね。予想はつかんかなーっては思った。あれよ、悪いこととは言ってないからね。それ一つ言いますと、悪いこととは言ってないですか。責めてるわけではありません。アキヤンさん、ありがとう。クリスタルクマヤン、ありがとう。あ、誕生日かな。おめでとう。
よし。ハッピーバースデイ。教えて、ありがとう、嬉しい。ありがとうございます。優しいな。明日はお話し会。楽しみ。なんか明日なんだっけ、キュルキュルサーヤンみたいな、全然どうやろう皆さんがどう思うかわからないけど普通に私服私服ですね。いやそうなのよ、そういえば私服なかったなと思って、明日は私服、キュルキュルかわかんないけどてかキュルキュルって何って感じだけどね。私服にします。だよね、私もなんかキュルキュル、なんでだろうな、なんでか思いついたね。思いついて、この日はキュルキュルになろうって思ったんですけどね。まあでもきっと キュルキュルになるんじゃないかな。多分ね、
10月、そうそう、10月はくるくるとコスプレします。なんかほんと最近ね、何するか決まってますかって連絡来て、確か秋コーデだったけど、あ、秋サーヤみたいなだったけど、あ、いやないよって決まってないよって言って、そしたら一緒にあのハロウィンのコスプレしませんかって言われたから、しようしようって言ってまあ秋、まあハロウィン、秋サーヤといえばハロウィンなのでね。そうそう、コスプレします。うん、可愛いやつにする。こちらこそです。ハロウィンといえば何でしょうか。何者かになります。お化け、私この前お化けなったんだよね。ポリスはめっちゃ前、3、4年前。セーラー服とかやったらハロウィンっていうよりか、そのコスプレっていうか、セーラー服に血とかボロボロにしたらハロウィンになるかな。ボロボロにして炭とかなんか炭つけて、いや制服系ではないですね。制服はコスプレ、ハロウィンじゃなくてもするもんな。でも制服はよく知ってる私。制服風とか。よくしてますからね。うん。そろそろ終わります。
南波の久人さん、アキアンさん、F 渋谷さん、バリーさん、編成風さん、コッペさん、みつるんさん、神戸のヒッキーさん、にのまるさん、のむさん、ひやきらさん、猫のおかずさん、きちねさん、ミッドナイトシュガーさん、しんちゃん、まいせんたん、えびすさん、めんたんぴんさん、あーちやんさん、とっとり太郎さん、ふっかんさん、さとろくさん、みっちーさん、はむちゃん、らくらくさん、けりーさん、台湾のこうさん、いなっちさん、セミコロンさん、SSS さん、ふたてさま、ふじぽんさん、せいやんさん、しげっきーさん、ありがとう。ありがとうござんす。ありがとうござんす。ありがとう。よろしく。よろしくです。グッドナイト。グッドナイト。グッドナイト。ゆっくりお眠りください。いい日になりますように。何が起きるかな？何が起きるか？何が起きるかな？じゃ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 。ちょっと面白かった、すいません。懐かしい。何が起きるかな。
ちょっとなんか語呂が多いね。うんってなるやつ。あくびも出ますわ。首も出ますよ。格言、ああどうしました、カツカツですわ。なんとかなるでしょう。なんとかなるよ。